徳江久子は東京生まれのバイオリニストである。妹はピアニストの徳江洋子。3歳からバイオリンをはじめ、隅三郎、住四郎、江藤俊也に指示。1958年、学習委員女子中等科1年生の時、第12回全日本学生音楽コンクール、東京大会中学生の部で第2位を受賞し、東京交響楽団と共演してデビュー。 翌1958年の第13回同コンクールでは、東京大会、全国大会ともに第1位を受賞した。1961年、東方女子高等学校に進み、斉藤秀夫に支持。同年の高校1年生の時、第31回日本音楽コンクールに出場し、第2位を受賞した。1962年、高校2年生の時、アスペン国際音楽。 コンクールバイオリン部門で第1位、1963年の高校3年生の時、第32回日本音楽コンクールで第1位、デューカディア賞、松下賞を受賞した。また、同年、第3回矢竹賞を受賞。さらに海外派遣コンクールで日本代表に選ばれ、1964年、東方学園大学に進んだ後、 パガニーニ国際コンクールで第4位、ロンティボー国際コンクールで第6位を受賞した。1966年、大学在学中に第1回美祖文化交流の交換留学生として、モスクワ音楽院に留学し、レオニードコーガンに支持した。1969年から1971年まで、ガブリエル・ブイヨン、ジョゼフ・カルベに支持。 ロンドンに在住し、主としてイギリスで活動していた。日本でも水戸室内管弦楽団、斎藤記念オーケストラ、清井シンフォニエッタ東京のメンバーとして活動していた。バイオリニストの徳江久子さん死去、74歳時事、ドットコム2019年9月24日。ありがとうございます。